はい、何してるの。いや、あの扉、二重のね、あの手をのあの絵ですよ。剣構えてるでしょ、うん、反省室ということで、始まりました。まあ数分なんですよ、2、3分なんですけれどもね。今日のグランクレストを今日の資料か、そして今ふわっと動いているこの上田さんで回していこうと思いますけれども、上田さん、まあ今日はね非常に疲れる放送でした。もう体のやけどといえば、もうやけどする場所はないんですよね。もう90杯以上です。もう致死です。もう致死用のやけどを負ってます。もう普通ならね NG 出てもおかしくない人もいるかもしれませんが、特に僕はそういうことはありません。そうですね、あの隣の木戸あかりが全く喋らないというね。いや頑張ってたよ、うん、君急に頑張ってたよ、まあ、どの目線だという感じなんですけれども、君今日良かったよ、まあ、ちょっとグラさんかけてちょっと急になんか、はい、今日の君良かったよ。急になんか強気になっちゃいましたね。ちょっとなんかこの服装も相まってなんか横浜中華街でちょっと幅利かせてもらったりするんですか、うん、後ろ、うんうん、あすごい踊ってらっしゃいますね。かわいい、俺がすげー被ってますね。レイナさんかわいい、レイナさん、イエーイ。あ、ここでいいかな、ちょうどいいかな、うん、まあまあまあこの2人を放っておいてですけれども、まあこの放送来月もございます、まあ、来月どうなるかよく分かりません。もう僕ここまで来たらもう何をしていいのかも分からなくなってきました。なんかその今日グラサンかけたのも方向性を見失って自分自身どうしていいかよく分からなかったからなんですよね。あの熊谷渾身の苦肉の策でございます。はい、まあ、と言いましてもあのグランクレスト戦記の方はものすごく骨太な重厚のファンタジーです。お前も反省しろよ。この作品本当に素晴らしい作品です。あのこんなやつは出てきません、まあ、確かにね、あのファンタジーですね。やっぱり敵も味方もございますので、嫌なやつもいますけども、まあ、しっかりとそのところは 手を抜かずにやっておりますので、キャスト陣全力でやっております。うん、まあ後ろは放っておりましょう。というわけで、次回グランクレスト戦記の、ニコ生ロードトゥーロードも、全力で、まあ来、ね、次は怪我せずに楽しんでやれればいいと思います。というわけで、本日のグランクレスト戦記ニコ生ロードトゥーロード以上でございます。本日のご視聴ありがとうございました。また来月お会いしましょう。テオコルネロ役熊谷健太郎でした。バイバイ。